嫌い。大嫌い。マジ無理。やっぱ辛いわ。何のために来てんの？月一であいつは来る。セリちゃん。友達と話したりとか、あの女性から直接聞くような内容ではなかったんですけども、なんか女性はなんかあの体の機能としてこういうハンデを抱えて生きてるんだっていうのが、あの、まあ、想像しやすい形で出てたのですごい新鮮でした。感動するというか希望を感じたというか、でなんか結構ちょっとうるっとして見ていて、だからこういう描き方をされて、あの世の中に広がっていくのはとても望ましいことだなと思うし、大変だな女の子は。